はい、これぬか床です。今日はぬかだけ買った。ぬかが間に合わないで、玄米で研いでも。だから今日はちょっと調整して、ちょっとびちょびちょやったからちょうどいいようにしました。これが大変だよね、手間かける、かき混ぜるのが。で、昆布を入れてます。昆布がたくさん入ってる。そしてこれで出汁を取ってます。これぬか漬けすると手がもうほんとぬるぬるというか、ぬかの油で肌がきれいになった感じ、もちもちした感じになるね。案外いいかわからんな、これ。はい、まあこれを今から、まあこれはもういつものように塩で揉んでつけるだけです。今日はアスパラガスをちょっと作ってみます。Thank you.